電子スピン共鳴スペクトルの例。横軸に磁場の強さ、縦軸に吸収の大きさをとる。一般的にはスペクトルの微分で表す。ESR スペクトロメーター。中央に2つ並んだ円筒形の電磁石の間にサンプルをセットし、磁場を印加する。磁場中では電子のエネルギー順位は電子スピンの影響で分離し、 マイクロ波を吸収すると冷気する。電子スピン共鳴は、不対電子を検出する分光法の一種。繊維金属イオンもしくは有機化合物中のフリーラジカルの検出に用いられる。磁場の影響下に置かれた、飼料中の不対電子は、ある特定のエネルギーを持つマイクロ波を共鳴吸収し、高いエネルギー順位へと遷移する。この現象を利用することで、 不対電子の検出を行うのが電子スピン共鳴である。電子スピン共鳴は電子スピン系が交流事情に対して示す応答である。そこで吸収曲線は複素アドミッタンスの虚数部で表される。原理から想像される装置の構造はある特定の磁場に置かれた資料に対し照射するマイクロ波の周波数を連続的に変化させるものである。 しかしながら、装置が考案された当時マイクロ波の周波数を連続的に変化させる機構の利用は困難であった。ため、一定の周波数のマイクロ波を資料に照射し、資料に与える磁場を電磁石を用いて連続的に変化させる装置が開発された。現在の ESR 測定装置もこの形式をとっている。安定な不対電子を持つ無機資料などでは、 常温で検出されるが、ライフタイムの短い不対電子の検出には、液体窒素や液体ヘリウムを用いて、飼料を冷却する温度調節装置を用いて、検出を行うこともある。検出されたシグナルの同定には、照射されたマイクロ波の周波数と、シグナルが検出された磁場の強度から算出される、G 値が用いられる。不対電子の検出法としては、 非常に有効であるが、大抵の安定な有機化合物は、平角構造をとっており、不対電子を持たないので、EPR は、核磁気共鳴に比べると適用範囲が狭い。この手法の最も基本的な物理的概念は、NMR と同様であるが、原子の核スピンの代わりに、電子のスピンが冷気される。原子核と電子とでは、 質量が異なるため、NMR に比べて磁場、高周波数で測定が行われる。磁場が0.3テスラの場合、スピンの共鳴は 10GHz で起こる。EPR は、個体物理学においては、ラジカルの帰属を予備定量に用いられる。また、生物学や、医学の分野で、生物学的、スピンプローブの標識として用いられ、科学の分野においては、 反応経路の追跡及び、錯体科学などで用いられる。考古学や古生物学では、放射線によって古ければ古いほど不追電子の量が多いので、化石の骨や小乳石の年代を測定するのに利用されている。ラジカルは反応性が高く、生物学的環境では、大抵の場合あまり高濃度では存在せず、ラジカルに一電子を奪われた分子が、 他の分子から電子を引き抜くとその分子がさらにラジカルを形成するので反応は連鎖的に進行する。細胞の特定部位にくっつく反応性の低いラジカルが開発されたおかげで、いわゆるスピンラベルもしくはスピンプローブ分子の環境についての情報を得ることが可能になった。生化学の分野では電子伝達に関与するタンパク質の持つ金属クラスター中の 普通遺伝子検出に用いられる。例えば、光合成関係の研究では高化学、反応中心やフェレドキシンなどの持つ、鉄イオ応クラスターの検出に用いられてきた。より詳細な分析には工事場だか周波数の分析機器が必要になることもある。そのような機器は中規模の実験室にはなく、 フランスのグルノーブルのいる及びアメリカのタラハシーにそれぞれ設置されている。ありがとうございます。